あんまり簡単に帽子もかぶられて大丈夫ですか。これが、まあ、帽子ある。それでは安全に綱をします。ゆり拍手でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、気をつけて、一緒に歩きましょう。はい。いいか？これ。うん。渡そう。うん。足りね？いいか？いただきます。ありがとうございます。あずきです。はい。自分で作ったの。2つ作ったの。いや、そう、彼女が作ったの。いただきます。はい。将棋同士で起こってくる。え？そうですね。撮影入ってんの？そうそう、たまには違うアングルで適当に。なんか角度違うんじゃない？いろいろやってみようかなっていう。ああ、そうか。ちょっと飽きてくるでしょ、同じようだ。遅くなりました。昔あのこれからは東七瀬弁で話しますから、ね、分からない人は分からないと思いますが、いつ聞いてもいいな。昔昔な、はい、そのわけをの青のトレンしたけど。
で、春のぬくいいしんで、たりしたつもつのいいしんだもんだけど。で、このわげおのな、沼のほどりの大地さ、よかがって、うつらうつらと2日間はずみだけど、そしたばな、やんべんこう、つもじが似てらんば、沼の中から大雲で発したもん。この雲よ、水の上わさ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 ーと発展して、このわげおのの、程度明日さ、雲の色、ぐるぐると巻いて、そしてまだ水の上わさわさーと張って、沼の下さ、進んでいったけど、で、このおかげに、今度はわげおのふっとこう、見えさみたの。で、見たんば、わの程度明日さ、雲の色、からがってるみたい。あら、こりゃでいいね、と思って、その雲の色、ほんどいで、わあのおかがてら大草、雲の色、ぐるぐると巻いておいたけど、そしたんば、それすらに熊よ、沼の中から、我々のこの雲の糸引っ張るなんだけど、そして、その下んば、この草、根っこからごれん、と思う、取りで、して、沼さ、進んでいってしまったんだけど、そしたんば、熊まだな、こりゃいい芋なくて、来てきると思ったんば、大草減ってしたもんね。別の形で。小部屋でしまって。そこの沼の水、みんな飲んでしまったんだけど、これで、それからどんなここの沼さ、水がねぐなったんだぞ、というお話です。トップテンパラドネフ。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。なんか、傾いたかな、傾いたね。うん、はい、すみません。はい、撮りまーす。正面に見えるのは古い方です。正面に見えてるのは古い方です。トタンが屋根、あの、金属外しただけでね。ありがとうございます。だから、来年のカボさんのマジョンクルさんと一緒といるよね。どうも。ここからどっこいしょしちゃってるよ。はい、いいんですよ。はい、じゃあ、お願いします。はい。いいですか？はい。これあの、よげ熊のやらいで、何回もひっくり返されたで、されしたので、今年、あの、新しく、新築してもらったこれ、なるせ弁で喋りますので、わからないところは、わからないままにしてください。昔、あの、戦国水って、今から、1200年も前に、あの、作られた水だそうな。それこそ戦いの水として魚追いの田村物の時代、で、その戦いの水が平定して世の中が安定して、した頃、まあ江戸時代だと思うんですが、あの水沢の商人、坊商人だったそうでな、あの亀屋御左衛門っていう人が、その湯沢の資源の水に本坊様放らせて。で、水沢さ、釣り子と思ったんだけど、ね、で、その当時この水取ってして、で、シグムズの愛さ頼んで行って、逃げた時にね、まだ取りにしたんだけど、さっき、そのシグムズから、本番順番では、ぬぐるまで出てきたんだけど、ここぞな、ほら、ぬぐるま、津川におんだから、目で後ろさ、で、もっこんで風にで、したんだと。で、ちょうどこういう、あのここまで来たば、こういう広い場所あったんだから、ああ、まずべっこ一服する子だやって、みんなその休んで、その昆布様もこそおいだんだと。そしたば、べっこ休んで、部屋取りに行かにね、まず行こうかって言って、昆布様どこ、こう、もずあげれば、なんぼつったってもずあがれに来た。なんぼ引っ張ったっておっしゃってなんか、ずっと大金なんだけど。ほんで、あら、これもなんか、本坊さんも、こさ、いでしなんだよ。しかだね、こさ、なんば、本坊さんもおいで、ここらこったでで、まずでいくしかねえんだ。で、そう言って、その、水沢の、商人が、ここさ、おいで、で、ここらこったでで、あと、水沢さ、帰ったんだけど、
で、それ下の村のストラザおめでやったから、あら、こんなんば、コンボ様、ストリップコイでみんなんば、賛美すんだへんなと思って、伊豆人に一回、5月の15日の日に、みんなここさ、上がってきて、十個小部屋でして、詐欺っ子谷でして、で、ここで委員会やるなんだけど、コンボ様どんな、そういう寝寝やがなことがするんだ、人だったんだけど、それでみんなでここで伊豆人で、ゆっくり楽しんで、歌っ子だったり踊ったりして、そして、まだ洗いに来るへんな、コンボさんって言って、帰るんだ、出すけど、で、それをやって、ずっと今も、その下の方の人方が、伊豆に一回こさがってして、コンボ様と遊んで帰るようになったんですけど、で、このコンボさんの品が見ればちゃんと、確か、人形忘れたのも、インド時代の文化何人だが、湯沢の商人、誰それ、掘った、石工、掘ったのが、その、セギングズの、薄くっていうふうにして、ちゃんと書いてある。そういうふうなことで、ここさ、コンボ様がまずらいでいたっていう、そういう話なす。ああ、よしだ。はい、着きました。何で、これ、やっぱりさっき言ったようにお岩ケースで、ちょっと本当はそこら辺にあったんですよ。で、左仙台駅、こっちです。この山の、なんて言うんでしょう、下っていうか、これを通ってずっと行ったのが、その仙北道です。で、左仙台道、右が奥村。奥村。椿川大柳、うん、あっちの方に道っていう、前からの道です。で、このお地蔵さんですけども、首がないんですが、もともとは、あそこら辺で細沼っていう沼があったそうなんですよ。で、そこは処刑場所になってまして、で、そこにその頭のある地蔵さんが、があったっていうことでした。で、たまたまそこで処刑される人がいて、で、こう、首をこうやったときに、お地蔵さんが、かわいそうだと思ったんだが、自分の首を差し出して、首を切られたと。で、その首は細沼に落ちてしまって、未だに見つからないと。そういうことですよ。それで、これが首がないお地蔵さん。で、そこからこれが移されたんですけども、でここの仙北水っていうのは財源を解き放した水でもあるんですよ。で秋田の方から仙台の方に行けと財源を解き放したそういう水でもあるためにあそこに手蔵に五番所ってあってそこまで連れて来られてで罪の重い人は、動くところのあだりまで、釣り出がりで、行けって話されたりして、ちょっと罪の軽い人は、そこら辺、ここら辺で話されたり。で、一説には、仙台の本番所にいる役人っていうのは大変優しい役人だったらしくて、で、ここまで釣りてきて、来年度、おめな、これから仙台の方が行けって絶対戻ってさてダメだぞってこの水こう行けばこうこっちと来るって岩川の方から行く水あるんだのも絶対こっちさ行ったってダメだぞって言いながら手でこうやって合図するんだけどすばその罪人は俺こっち行ったって嫌なんだなと思ってここを通って川向こうの水を通ってずっと武蔵さん戻っていったの。例えば、天狗らの五番所が目の前に見える。役人は頭を下げながら、ありがとう、ありがとうって言って帰っていったと。そういうふうな話もあります。大変
持ちの優しい役人だったんです。でも長野は12月のもう雪の降る頃に、お前はダメだから行けって離された大人もいたそうです。それ大概武士、うん、位の高いとかそういう人柄が、でその頃に離されるってことは、まず湯気でお前は湯気で来たってダメだっていう、うん、湯気の水を先方にビビって出されたって、そういうことのようです。これは全く私 の、 作った話ではないですけど、ちゃんと古文書にあります。うん、その大念を連れてくるとききちんとちゃんと思いがあるっていう、この大念はどこそこの誰々でどういう罪を犯した人だからっていうのをもだ開いてくるんです。うん、でそこで本番所で混じりで、はい、置いてっていうふうにね、やられたという話です。本坊からそれこそ秋田市は誰、千木道のこっちです、これです。今歩いてるんじゃなくて、この道をずっと行くと天狗の上の方に道がありますので、そっち側が道になります。やっちゃいますよ、はい、やっちゃいます、はい、はい、お疲れ様でした。どうですか、お疲れ様でした。距離的には操作するだけの距離はありますよ今日、ただもっと、父さんの方は一回下がってから和田の振り返すっていうふうなきついコースですけども、はい、まず今日は皆さん分で書いたことをして乾杯したいと思います。どうぞ。ノンアルとかありますね。はい、